ベルナデッタ、なぜついてくるの？あの、堂々とついてきていたのに、なぜ今さら隠れているのかしら。い？助けてください！ベルナデッタ、落ち着いて。別に怒っていないわ。何卒お見逃しを。ベルは部屋に戻ります。ベルナデッタ、はい、なぜついてきたのか、なぜ隠れたのか教えてくれるかしら。公女殿下におかれましてはお怒りになられると仰せでしょうか。さっきから言葉遣いが変よ。怒っていないと言っているでしょ。なら答えますから。実はですね、何者をも恐れないエーデルガルトさんをお手本にしたいなと。それだけ？お手本にしようと見てたらですね、エーデルガルトさんが怖くなってきて思わず隠れてしまったんです。ごめんなさい。だから怒っていないと言っているでしょう。それに私にだって怖いものはあるわ。何者をも恐れないなんて無理よ。本当ですか？ずいぶん嬉しそうね。いえそんなことないですよ。それで怖いものって？海とか、特に夜の海は黒々として恐ろしいわ。私は泳げないし、引き込まれたら帰ってこれなさそうで。海って外にあるやつですよね。見たことあったような、ないような。あ、でもエーデルガルトさんって泳げないんですね。意外です。またそうやって嬉しそうに。私にだってできないことくらいあるわ。ああ、やっぱり怒ってます。エトラちゃん、ここでの生活はどう？もう慣れたかしら？はい、みんな優しく助けます。私とても慣れるでした。まあよかったわ。初めて会った時にはびっくりしたのよ。ブリギットからはるばる来たお姫様がいるって。こうして仲良くなれて嬉しいわ。私嬉しい、同じです。けれどもお姫様呼び方照れます。いいじゃない。かわいいペトラちゃんは間違いなくお姫様よ。それにしても長いことブリギットに戻ってないのよね、あなた。ふるさとが懐かしくなったりしない？例えば料理の味付けとか。あります。しかし叶うできません。材料、こだわり、何もかも違います。そうよね、ブリギット料理なんて食堂じゃ出ないものね。他にも想像もつかない苦労がありそうね。遠い地で頑張るってことは。そうだ、今度私が料理を作ってあげる。似た材料を使ってなんとか。待つ、お願いします。ドロテア、気持ちだけ嬉しいです。しかしあなた料理の腕壊滅的、生産と聞きました。壊滅的で生産？誰が言ったのよ。もう料理は苦手だけど調理なら。私気持ちだけ本当十分です。満足でした。なんか言い方が引っかかるけど、まあいいわ。それじゃあ
他のことであなたの苦労を解消させてあげられないかしら。体中を揉んであげましょうか。いつも熱心に鍛錬してるものね。いえ、構わない。問題ありません。体ちゃんと自分ほぐします。そう？なら、あなたがぐっすり眠れるように、とっておきの子守歌を。心配、いるないです。私寝つき、良い思います。遠慮しなくていいのよ、ペトラちゃん。私たちの仲じゃない。何かあったら言ってね。私ちょっと用事を片付けてくるから。ドロテア、少し近いです。鼓動早まります。報告？当然でしょ。
外の空気を吸ってきただけだ。つまらん休め。頼みがある。また来てくださいね。聞きたまえ。いや、用件を聞こうか。この騎士団を雇いたいんだな。すべて私たちにお任せください。この騎士団を雇いたい。全力で頑張ります。
この騎士団を雇い、あたしらに助かった。騎士団ギルドではセイロス教団所属以外の様々な騎士団にも声をかけられるの。私たちにも雇用が許可されているから、後でギルドに行って確かめてみて。騎士団も戦っていれば当然戦力を消耗していくでしょう。市場にある騎士団ギルドを訪れれば消耗した戦力を補充できるわ。穏やかな上司様だって。そんな優しい上司様がどうしていきなり挙兵なんてしたのかしら。あ、ところで先生、昨日も遅くまでお仕事をしていたでしょう。無理は良くないわ。あんまり遅くまで起きている人のところには井戸の底から幽霊が、なんちゃって。お願いがあるのだけど。挙兵ね。どうして貴族は争い事が好きなのかしら。帝国でも王国でも同盟でも内乱やら後継者争いやら毎年のようにどこかで血が流れているわ。ほんと嫌な話。私のお願い聞いてくれるかしら。この感触覚えておこう。お礼をしなくちゃね、先生。
な、ガスパール城か。数年前に一度行ったような、城主の息子の依頼かなんかで、確かクリストフとかいう名だったな。よう、頼みがあるんだが。すまねえな、助かった。Thank you.
なた。セイロス正教会に刃を向けるということは、主なる女神に刃を向けるのと同じこと。罪深き者には相応の報いを。それが私たち主に仕える者の使命です。あなたも正教会に属する者としてよく心得ておいてください。おかげで成長できたわ。おかげで成長できたわ。まだまだ学ぶべきことがあるわね。
ご指導感謝します先生。できてるみたいですね。よかった。やる気出させるのがうまいんだから今日はなかなかうまくいきました。できてるみたいですね。よかった。こういう積み重ねも大事よね。ご指導感謝します先生。私進化成長です。ご指導感謝します先生。ちょっと教えてくれ。そんな答えが？すげえ。先生、すまないね。よし、やるか。よろしくな。あ、よろしく。ちゃんと終わったぜ。なるほど、わかったぞ。実戦で試してみねえとな。